えっと、ロールプレイングって先輩とかをお客さんに見立てて、はい、まあ練習をすするんですよねこれ,これ結構やるんですよ、はい、実機をしゃべるだけではなくてお客様に手に取ってもらったり、はい、目で見てもらう,、はい、こうデモンストレーションをするんですけどはい、はい、その練習とか結構するんですねよく営業マンって名刺1枚持ってトーークでで売るるみたいいななイメージあるじゃない全然違うんですよちゃんと提案資料も準備してロールプレイングをした通りに投資対効果も伝えそしてその測定器がいかに素晴らしいかっていうことをちゃんとデモンストレーションやって こういうことをめちゃくちゃ練習するんですねだから野球でいうなら練習しないのにいきなり試合しちゃうなんてことありえないと思うんですけど僕らはだから常に練習をして練習をしてで試合に臨むっていうですねまあ営業力と言われるものっていろいろあると思いますけどもうベーシックな基礎体力みたいなところでもう突出してると思いますね練習量に裏打ちされた技術みたいな感じ、ね、<ー>強豪校ってことですよね強豪校よ。<ー>で入った時からずっとそれをやり続けてるので